ということで、ブロックマンシリーズ33話を徹底考察していこう。イエーイ。過去1レベルでパニックでした。さあ、先日ダーメスタジオさんが約11分間にもわたる超大作の最新話公開されたんやけれども、まあ内容がややこしかったのよ。てことで今回はこの33話の徹底考察パートとしまして、私ウルウルいろんな海外YouTuber さんの考察動画を見漁って、もうなるべく知識入れてきましたので、今日はその情報をもとになるべくわかりやすく小ネタも含めて徹底解説していきたいと思います。今チャンネル登録者20万人目のしんので、スケベになれが好きな方はチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。ほないこか。今回はもう動画自体がめちゃめちゃ長いので、ちょっと大事になってくる途中から見ていきたいと思います。まずね、もうこれはもうほぼほぼアストロディテーナートイレのゾンビバージョンと言っても過言ではないでしょうと。はい、でこれミサイルね、わーっとぶっ飛んできて、でこの辺ね、ちょっとまあ私だけかもしれんけど、タイタンクロックマンが何をしてるかっていうのが分かりづらいところがあってんけど、まあちょっともう一回ちゃんとね、解説しておきますわ。はい、これよう見たらこれ巻き戻ってんだよね、全部ね。右側のミサイルとかが一回こう地面に戻っていってるということでございますな。でちょっとね、この次タイタンクロックマンね、こっから刀刺してここに空間を作ると思うねんけど、まあ、先に言うとくと、もうこれは何をしてるかっていうと、この空間の中だけ時を止めてるってことやな。すごいね、一部だけ時止めるっていう。でこれで外側は時間を受け出すねんけども、タイタンクロックマンはここでもう身動き取られへんと。でここでこれタイタンテレビマンたちからしたら時間巻き戻されてるから何が起きてるか分かってないよな。でこっからね、ちょっと大事になってくんねんけど、サイエンティスト、はい、出ましたと。でこれ私リアルタイムで見てるときめっちゃアップグレードされてる言うてたけど、29話で出てきてたな完全記憶飛んでました。はい、でこれサイエンティストが見てちょっとにやけると、タイタンクロックマン行動を取られへん。はいはい、笑うと。でここやねんけど、スケベデトイレ側がこのミサイルを発射したのはタイタンたちを倒そうとしてるんじゃなくて、タイタンクロックマンの動きを封じるためにわざとやってたと。でなんでタイタンクロックマンを止めたかっていうと、この後出てくるGマンアポカリプスのための時間稼ぎでもあんねんな。またちょっと後で話していきたいんやけどらしいですもう全部海外 YouTuber さんから、ね、勉強させていただきました。はい、でこれ10時間前に移ると、これ毎回出てきてる研究施設やな。これめっちゃ怖かったな、死体っぽくないこれ。うわやばい、だからまだまだ秘密兵器的な化け物をこやつら隠し持ってると。武器もいっぱい持ってるな、チェーンソーとか。もうだから最終号ミュータントトイレ集団みたいな形になるってことやな。はい、これええ音やな、サイエンティストのこの歩く音 ASMR みたいなはいで次こっからね、こっからびっくりしたな。はい、まず来ました、車椅子乗ってる。はい、出ました。一応説明しておくと、このキャラの元ネタになってるのはハーフライフのゲームに出てくるアイザック・クライナーっていう物理研究者らしい。まあ、ハーフライフっていうとね、もう有名なのはGマンとか、まあ、いろいろこう元ネタがハーフライフから来てるみたいなのが多いよね。さあほとんどは準備。こっからがな、もう会話がややこしくなってくんねんけど、何人かは目覚めようとしてる。はいはいはい、10時間ぐらいねしか経ってないのに、ちょっとこの辺はね、なんとなくでだから指揮官を私たち間がっていうのは、もうこれ最後に、この動画の最後に出てくるメール07か。はい、出ました。このキャラさ、やっぱりさ、何回見てもバイオハザードのレオンがモチーフになってるようにしか見えへんのよな。まあ多分名前的にもなんとなくこうインスパイアを受けてると思うよ。はい、でこれでまあ早く作業に移ってくれとは言ったんやろな。で、ここな、滑稽な言葉、まだスケベトイレの言葉使ってんのかと。だからこの回は見る感じやけど、このキャラたちはもう普通のスケベトイレよりも上位にいんやろな。はい、これめっちゃかっこいいな。もうこれエイペックスレイスやったっけにそっくりなんよ、あの女性。これはなんなん、ハルクわからへんけど。ちょっとこれもなんかモチーフはいそうやけどな。で、あとマスクにそれぞれ番号振られてんのよな。ビリーは10番って書いてて、で、あの女性は8番やったかな。で、このキャラが6番ってついてて、だからメール07も7番やから、まあ、なんか数字も意味あるんかな、もしかしたら。で、長い間戦争うまくいってないっていうのはスケビートイレとカメラマンたちとの戦いってことで、はい、司令官に、合わせると。司令官に合わせるよと。はい、これね。彼はいつ最初から目覚めたんだね。だから最初の志願者って言ってるから、今回登場したキャラたちは、もともと普通のミュータントトイレやったのか、普通の人間やったのか、何かしら自分たちを強化してくださいっていう風に、志願した、革命への志願者。やったってことやろな。なんか選ばれし者みたいな感じなんかな。はい。で、この会話もな、タイタンクロックマンが戦争全体を支配してる。で、ここで、やっぱスキベイトイレ軍は、タイタンクロックマンを恐れてるってことやんな。で、お前らに倒せるわけないやろと。言うねんけど、はいはい。お前は何もしてないやろと。サイエンティストトイレはなんかしてたけど、この科学者は何もしてないやろと。で、シナリオの準備をして、ここ大事やな。私たちは戦争に勝つ、戦争に勝つためのシナリオを用意してると。はい。はい。シナリオを作ることが大事。で、この後、言うてんのが、タイタンクロックマンを倒すのが目的じゃなくて、彼を所定の位置に閉じ込めること。これがどういうことかっていうと、タイタンクロックマンを何かしらの理由で動かされへんようにすることやと。だからスキビートイチームはミサイルを撃つことで、タイタンクロックマンの動きを封じたってことやな。で、それは何のためかっていうと、ジーマンアポカリプスよ。はい、ジーマンアポカリプスを起動するためには15時間いるから、タイタンクロックマンを止めやなあかん。これが10時間前やから、もうあと5時間、タイタンクロックマンの動きを止めとかなあかんってことやね。で、これもさ、なんか意味深の会話やったやん。これ、そもそもどのような AI が時間をうまく止めることができるのか。クロックマンチームは全員人工知能 AI っていうことなんかな。彼ら AI にこの力を与えると。だから、でも、だからドリルマンとかペンシルマンたちも AI。やけど、我々が作ったものではない。この我々っていうのは、スキビディトイレっていうこと？人間っていうこと？ちょっとそこわからへんねんけどな。で、ビリーがこれ過去になんかあったんやろな。ペンシルマンっていうワードを聞いてブチ切れてんのよ。またこれ多分過去編みたいなんで、ちょっと描かれるかもしれんねんけど。はい。他の国々はあなたが最も先進的な国だったのに、そういうような力を持つことを夢にも思っていなかったと。国を持ってたってことやんな。はい。なんか後ろで言い合ってんのはこう、ビリーはペンシルマンが嫌いやけど、スピーカーマンの方がもっと嫌いっていうのは後ろで話してたみたい。はい。で、最後に、メール7が出てくると、メール07。コマンダーやんな。はい、07、はい、コマンダー。コマンダー指揮官。いや、これはどういうことやー。これマスターとイコールなんかなとも一生思ってんけど、みんなコマンダーって呼んでるから、別なんやろな。さあ、この化け物集団、こっからどう活躍していくんでしょうかっていうところで、今回は以上でございますということで、いかがでしたでしょうか。やっぱり海外勢の考察とかも見てても、ほぼほぼの方が、これ以上情報がないみたいなところやったんでね。こっからは、またドムさんの最新話が出るたびにちょっとずつ情報が出ていくんかなっていうところでございます。で、今回多分私が知らん情報とかもいっぱいあると思うんでね、ぜひみんなもいろいろ新しい情報が入ってきたらガンガンコメント欄に書いていってください。はい、ということで、最後まで見てくださった皆様、ぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会お会いしましょう。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。